次次ここまで来て脱落すんのはもったいねえってばさ。全員不合格。3人揃ってゴールしなければ失格だ。下人は常に3人一組。あれからゴースト事件起きないね。俺たちに相当ビビったんじゃね。奴が迂闊に動くことはもうねえだろう。僕らがあまり深追いしない方がいいんじゃない。ここまで来てやめられねえってばさ。それより購買急ごうぜ。焼きそばパン売り切れちまうぞ。まったくボルトには調子狂うぜ。ずいぶんボルトのこと気にしてるみたいだけど。いつも楽しそうだよね。なんでボルトの周りには人が集まってくるの？バカだからだよ。ボルトは人の評価を気にしない。自分がほかげの息子って勝手な評価を押し付けられてきたのが嫌だったからさ。自分の目で一生懸命見ようとして、それが余計な揉め事の火種になる。ほんとバカだよ。でもだから人が集まる。だいぶ元気になったみたいだね。一人で来たの？怪我は大丈夫？もうすぐ退院できるって。一つ聞きたいんだけど、君はボルトのこと。確かにクラスが大騒ぎになったりして、でもなんだか楽しいよね。美月くんは？まだわからないかな。家族は？一応。そうなんだ。ただいま。いらっしゃい、美月くんね。こんにちは。こんにちは、ひまわりちゃん。本当にお兄ちゃんがお友達連れてきた。すげえごちそうだな。張り切ってみたの。そんなにはしゃぐなよ、母ちゃん。普通でいいって。今夜はお父さんも久しぶりに早く帰ってくるのよ。父ちゃんが？俺の部屋見せてやるよ。自分の家だと思ってくつろいでね。君の父さんって7代目ほかげなんだよね。まだちゃんと話をしたことないんだ。後で紹介してやるってばさ。ねえ、君はほかげ様のこと好きなの？嫌いなの？それは。ご飯できたわよ。行こうぜ。さあ、美月くん、たくさん食べてね。ただいま。あ、パパだ。お前は確か音隠れから来た美月です。渦巻ナルトだってばよ。はい、ボルトの子よろしく頼むな。いただきます。さあ、食うってばよ。父ちゃん、異様なチャクラ。ちょっと行かなきゃな。またかよ。なんで父ちゃんばっかり。里の誰かが困っていたら行かなきゃならねえ。わかるな。そんなの知らねえってばさ。ボルト。僕が行きます。頼む。はい。ほかげって思ったより忙しいんだね。俺の相手もひまわりの相手も、それがほかげになってから仕事ばっかり。ほかげだから家にも帰らねえ。ほかげだから俺たちの相手もできねえ。ほかげが何だってんだ。大嫌いなんだってばさ。そうなの？ほかげ様のこと大好きにしか見えなかったけど。なことねえってばさ。一番近くにいる人たちを犠牲にするのがほかげだってんなら、そんなものいらねえ。そばにいる俺の仲間たちを見捨てねえ。父ちゃんのできねえことをやって分からせてやるんだ。ねえボルト、君に伝えたいことがあって。なんだよ急に。ゴースト事件の犯人分かってるんだ。誰なんだってばさ。犯人は委員長だよ。冗談きついってばさ。でも真実だ。これまでの被害者は必ず事件の直前に彼女と接触しているんだ。もっと聞かせてあげる。もういい。委員長がなんでそんなことすんなよ。何の責任もないよ。なの信じらんねえよ。もう遅いと思うけどね。すでに動き出してるはずだよ。始まったみたいだね。すまない。めちゃめちゃだってばさ。君に何ができる。委員長に直接聞くまでは信じねえ。死ね。6代目。あれを市街地に出すわけにはいかないね。多重ドリュー壁。チャクラが吸われている。一体何が起こってんだ。このままだと里中の人間からチャクラが吸い上げられてしまうだろう。どうすりゃいいんだ。方法ならある。十社が死ねばヌエは止まるはずだよ。お前さあ、どうする。里の人たちの命と委員長の命、
両方助けるってばさ。僕からは出ない言葉だ。な、何すんな。待て、ミツキーってばさ。もう少し手加減しろよ。やれって言ったくせに。なあ、どこにいるんだ。俺が一気に肩をつけるってばよ。お前のそれはまずい。あいつはチャクラを吸収するんだ。やっぱり結界を張られたか。いっそ起爆する。あと少し。やればできるんだね、委員長。君に殺されちゃうのかな。そうだね。やめろ、ミツキ。マジで委員長が犯人なのかよ。そうよ。わさびや涙はどうなるんだ。クラスのみんなはどうなろうと知らない。私はそのために生まれ、今まで生きてきた。私は父ができなかったことをするために。父ちゃんのできなかったこと。子が成し遂げる。そんなことさせねえってばさ。私をここで殺して止める。やっぱりこうなるよね。だから言ったんだよ、来れば後悔するって。やめろ、ミツキ。ボルト君、いい加減にしろ。お前ら今までの何。空間忍術。いいわ、私のチャクラを食らいなさい。委員長、院長どこやった。まだ院長をかばうつもりなの。まだ院長を。あとは僕が。蛇三日月。ヌエは殺させない。委員長、戻ろうぜ。よくまだそんなのんきなことが言えるわね。これは戦争よ。それは親にとってだ。私にとってよ。いつかこうするように教えられてきた。今の委員長には関係ねえだろ。そうね、家系スミレ花から存在していないんだから。への復讐のため私をその道具として育てた。私はもう母の声さえ思い出せない。危ない。やめろー。やめろって言ってんだろ。クラスの仲間に何してんだよ。情報を集めるためにみんなを騙してただけでしょう。どうしてもそうは思えねえ。院長が必死に二人を助けようとしていたっていつも心配していて、全部嘘だったの思えねえよ。院長を信じる理由だっていうの。そうだ、なんたってクラスメートだからな。根拠もないのに人を信じるなんてバカみたいだよね。ゴーストが消えていく。私は父の恨みを晴らす兵器。ヌエ、ヌエ、何をしているの。院長のことを親だと思ってんじゃねえのか。そんな奴を兵器にすんのかよ。ずっと親の命令に苦しんできた。それをお前はヌエにさせんのか。道は自分で選べるんだ。俺たちもお前も。スミレ！委員長！委員長！おかげで楽しかった。こんなの初めてだった。戻ろうぜ、委員長。行け！この先だ！バルト君！ボルト！なんで空から？まあ、いろいろあってよ。なぜ君たち、こんな時間にここに。ボルトたちを探してただけだよ。
父さん。ちょっとだけ話してくるだけだから。院長、あいつ生きてるぜ。一体何があったの？とにかく一件落着だってばさ。このまま学校行く？おっと！あ、一番会社だ。とにかく戻るぞ。俺も。